こんにちは。今日はゆっくり一日過ごす Vlog を撮りたいと思います。今ねメイクしたところなんですけども、今日は午前中にスパを予約しているのでスパに行って、でまだ食事してないので何か美味しそうなものがあったら買って帰るか食べて帰れたらいいかなって思っております。では行ってきます。ウェルカムドリンクが下のカフェと同じ飲み物になっていて、今回はゆず茶とカルピスと黒酢のドリンクだそうです。もし冬があるようでしたら温める白ソースとかも使ったり、粉にんじんが入ったハーブティーとおすすめですし、し乾燥が気になるようでしたら温めての入ったこちらのポイントがおすすめなんですけども、じゃあ乾燥で乾燥なので、はい、じゃあこちらのハーブティーで今日は作っていただきますね。負傷しちゃったのでこの内側だけは食べてもらうようにお願いしました。次のスープのところに飛ばそうと思っておりまして、はい、こちらは日本酒ですね。温める感じになっていきます。あとこちらみかんなんですけれども、みかんも実は柑橘系の中では一番温める効果の高い食べ物ですね。お湯加減よろしいですか？はい、大丈夫です。足首結構冷えてらっしゃいますね。そうなんですよ。さっき靴下を脱いで思いました。結構冷たくなってるなって。そうですね。冷えてますよね。やはり今日は、ね、外も寒いですからね。あ、そうですね。ここなんですね。先ほどお選びいただきましたオイルを混ぜてスクラブを作ってもらいます。こうスクラブをかけた後、入浴剤としても使えるんです。このスクラブはオリジナルのレシピなんですか？オリジナルですね。こちらも季節に合わせて、いろいろと変えているんです。初めてこの小豆のスクラブしました。そうですね。はい、香りが、食べることはあっても、そうですね、足に使えるという方は珍しいですよね。じゃあ、いらっしゃいますね。そうなんですよ。だから、足つぼマッサージも週1に行きたいんですけど。なんで、フットマッサージ買ったものの、私には合わない。合わなかった。はい。また探します。
色とか季節とか時間とかも全部5つに分類されるんですね。でそのうちの5つの色の要素がある穀物とそれから体にいいとされて日本でも古くから使われているヨモギだったりとかそういった生薬をボール状にしているんですね。陰の要素が強くなってくると体が乾燥しやすくなってくるんですよ。陽の要素が強くなって崩れてくると今度は冷えが生じやすくなるのでそれでこう陰と陽で分けるんですね。ハーブのエキスがこのまま体から吸収されていくのでこう温めるのとエッセンスと両方の効果がオイルあったかいですね。またやっぱあったかいといいですね。そうですね。夏とかでもこの温かいオイルっていうのが気持ちいいんですよね。自律神経の調整にもなっていきますね。すごく凝ってますね。凝ってます。すごく押されて気持ちいいです。ありがとうございます。スパが終わって下にカフェがあるのであったかいコーヒーとホットサンドを買いました。本当にねスパ終わってから体中がねあったかくてもうずっとポカポカしてますね。こういうスパってねあんまりないんじゃないかなって思いました。体の芯から温まるので経営者の方ねぜひぜひおすすめです。ではお家に帰ります。それではいただきます。本当いいスパでした。マッサージも上手なんですけど体が家に帰ってもねずっとあったかいしタクシー拾うまで結構時間あったんですけど全然ね寒くないので冬もいいですけどきっとね夏もエアコンで寒いのでいいのかなって思います。じゃあいただきます。隣のカフェは朝8時からやってるそうでワンちゃんがいましたね。だからきっとご近所の方がワンちゃん連れてコーヒー飲みに来たりちょっとしたねこうサンドイッチ食べたりとかをねしに来るところなんだなって思いました。食べ物メインっていうよりも夜はバーもやっててバーテンダーもいるそうなのでなんかこう一日通して朝昼晩飲み物楽しんでやっぱゆっくりできるお店だなって思いました。あ、ほんと、もう一押しのスパですね。去年発見したんですけどねちょっとタイミングが合わなくて行くことができなかったんですけどフェイシャルとヘッドスパもあるそうです。で部屋が3つあって私は今日ボディを90分したんですけどもボディと一緒にフェイシャルするのもとっても人気があるって言ってました。東洋医学取り入れてるからこう体の中から温まってポカポカする感じでだから季節に合わせて常連さんがね予約してる方も多いみたいで夏と冬だとメニューも変わるしあと最後のデザートも変わるそうなので本当1年通してね楽しめるからとってもいいお店だなって思いました。それとねお化粧品も新しく作られたそうで最初にねスパで見つけたあの青いボトルは2月に発売したばっかりのコスメだそうです。パッケージも可愛いしそして睡眠の質が良くなるっていうことなのでちょっとねこちら買ってきました。こうやってねパンフレット後でじっくり読みたいと思います。ね、ビスト美容液とあすごい箱も可愛い。そしてここは気になるエイジングのところに塗る美容液とあとはこれですねさっきスパでも手に取ったクリームです。洗い流さないねマスクということで寝る前に一通りスキンケア終わったらこのミストで体
顔をね潤して、これがハトムギが入ってて水を使ってないっておっしゃってたので、結構オーガニックにね気をつけられてるんだなって思いましたね。ボトルがすっごくおしゃれなんですよ。でこれ水とオイルが入ってるそうで、こうよく振ってお使いくださいって言われました。ここはオイルですね。あとは美容液、去年見つけて行ってたら美容液とかこのミストに会えなかったので、今のタイミングで良かったかもしれません。こちらですね。いやーほんとね、パッケージがセンスいいですね。この感じも癒しいって感じですよね。そしてこちらが洗い流さないマスクです。だからちょっと夜ね寝る前に使ってみようと思います。まず洗顔して一通りスキンケアして、そしてこれにね癒されて、で口元とか目元をこのクリーム塗って、最後このねマスクつけて保湿して寝ようかなと思います。最近ねあんま寝れないんですよね。まあ、なんでかっていうと猫が寄ってくるんで、寒いじゃないですか。だから枕元までね猫がね2匹とも来るんですよ。冬だとやっぱ寒いからこうギュッとね集まってきて、でだいたい3時とか4時ぐらいにね来たらわかるんですね。足音とかねこう枕カサカサって言うし、で体の上踏んできてるなっていうね感覚だけあって、パッて目がこう覚めるとそこに猫がねこういるんで、あやっぱり来たなと思ってね布団の中に入れてあげるんですけど、だから夜中にだいたい1回ぐらい起きますね最近は。こういうのがあれば猫が来てももしかしてちゃんといい睡眠が取れるかなって思ったので、今回はね購入しました。そしてこれからこのジェロームのバスクチーズケーキを食べたいと思います。このジェローム・キルボフさんは伝説のレストランサンパンの創業者のシェフカルメ・ルスカイエーラさんの右腕としてヘッドシェフを務めていたそうです。私昨日解凍して早速ね一つ食べたので、まあ、もうすでに6等分してある状態なんですけども、全くノーマークだったんですけど、このチーズケーキいただいて美味しかったのでね、今日も引き続き食べたいと思います。これはクリア味だそうですね。だからプレーン味もね食べたいなって思いました。ではいただきます。うん、滑らかで美味しい。水っぽくなくちょうどいい甘さで、そしてね弾力も程よくあるけどクリーミーでとっても美味しいと思います。うん、私がバスクチーズケーキ好きなんでくださった方が覚えててくれて、よかったら食べてくださいって言ってもらったので、いや嬉しい。はい、ということで今日はねのんびりした日の Vlog でした。よかったら皆さんもねこのチーズケーキとかスパもよかったので、ぜひぜひね行ってみてください。それではまた、バイバーイ。